おかえりなさい。この時間のない時にわざわざ戻ってこさせるなんて、お前何考えとるんじゃ。はい、じゃあこれね。もう一回行ってらっしゃい。は？はあ？だから簡単な話よ。もう一回、今度は少し前の時間にタイムスリップすればいいの。な、そんなことできるのか。なんとなくせこい気がするぞ。何バカなこと言ってるのよ。私たちの使命は歴史を守ることなんだから、手段なんて選んでられないでしょ。ってわけだからよろしくね。気をつけていってらっしゃい。待ってたぜ、この瞬間を。ドラゴンボールで永遠の命を手に入れれば、もうこっちのもんだ。新聖樹の実でパワーアップを繰り返せば、いずれフリーザもミラも俺を止められなくなる。無論カカロットも敵じゃない。全宇宙が俺にひざまずくのだ。ドラゴンボールを渡せ、ターレス。狙いは同じってわけか。宇宙の支配者はこの俺だ。お前にもここで死んでもらおう。またお前か、しつこいやつだ。うん、ここはどうだ。一時休戦というのは。まずはこいつを片付けるか。ふん、まあいいだろう。俺たちの邪魔をしたことを後悔させてやろう。今までの二人とは違うものにならんほどの気を放っておる。これが暗黒魔界の力を取り込んだ新装備だ。いくらでもパワーが湧き上がってくる。俺は無敵の力を手に入れたのだ。今の俺に勝てると思うか。天と地ごとの差があるの。負けるもんか。ドラゴンボールは絶対に渡さないぞ。どうしたこと。仲間にしてやってもいいと思ってたのか。しかし裏切り者のカカロットのガキ、連れて行こうとした俺が殻にも仲間だった。どうする。何がおかしいんだ。こんなに強大な力を手に入れてしまったのだからな。大宇宙の王の新たなる大地、実に喜ばしいことだ。こいつを片付けたら次は止まれだ。ただし覚悟しておくんだな。隠れ物同士仲良くしよう。お前が俺の従順な部下になるというのなら考えてやってもいいがな。お前はあげるのが狭いな。なんとかな。この戦いは危険すぎ。二人には離れてもらった方がいいじゃろう。僕は任せて。ドラゴンボールを持って離れろって。ゴン、
俺たちがここにいるとかえって邪魔になる。そいつに任せた方が良さそうだ。わかりました。すみません。誰だか知らないけど悪いな。恩に切るぜ。なんだ、込み上げてくるこのどす黒い力は。とわんしまった。新生ちゃん、まだ何か仕掛けてやる。実験は成功したみたいです。お待たせしました。発生します。いや、あの人に任せておけば大丈夫。命乞いをするんだな。こっちを先に片付けましょう。少しはマシな動きができるようだな。教えがいがありそうだ。